半分に割りたいと思います。みんなごきげんよう。ごきげんよう。立石学園委員長のひろくんとレモンくんです。この格好、お待たせしました。マジシャンレモンのイリュージョン。またマジックやってくれるんですか？はい、もちろんやってあげましょう。やったー。まあ挨拶がてら、お軽めな、ちょっとね。じゃあまずね、はい、今日使うのはこちら。種も仕掛けもない、ただの赤いハンカチがありますね。ちょっと触ってみるよ。シルク、シルク、素材を言うな、素材をね。じゃあこのシルクのハンカチを、はい、じゃあ今度左手にね、ちょっと包んでいきます。ほら、はい、包んでいきます。ここから鳩が出てくるんですか？そんな大規模なことはしないかな。はい、まあ、分かんないよ、何があるかね、うん、今包みました。はい、ひろくん手出してください。いいですか？はい、はい、これを落とします。ん、さあ開いてみてください。タランタラン、タラン、コインがある。コインが入ってる。何もなかったハンカチの中から急に100円玉が。これぞイリュージョン。いや、すごいね。いやいやいや、この100円ぜひ差し上げるんで。あ、じゃあさ、うん、もう一回さ、やればさ、200円になるってことでしょ、うん、じゃあもう一回やって。ヒロ君もね、今回、ちょっとマジック覚えてきたからさ、ちょっと見てもらっていい？はい。用意しました。おぉ。トランプ。トランプ。まあ、普通のトランプですよ。うん、ね、こういう感じで。ほら。ちょっとさ、ヒロ君切れないから、うん、ちょっと少なめにね、持ってきたの。あ、そうなんだ。そう。少ない方が切りやすいからね。そう、そう、切りやすいから。シャッフルしたトランプがあるんですが、はい、この中から好きなね、トランプ、引いてください。1枚。1枚だけ。どこでもいいください。はい。はい、引きました。はい、じゃあね、それを覚えてください。いいですか？これです。はい、レモン君がね、引いたカードを一番上に置いてください。一番上に。はい。はい、きますよ。はい、置いてください。はい、置きました。はい、これからはヒロ君は一切トランプに触りません。じゃあこのトランプをまず半分ぐらいでいいので、ちょっと切ってください。半分ぐらい、はい、そう、横に置いてください。はい、横に、はい、はい、そしたら残ってるトランプをその上に重ねてください。お、じゃあこれで完全にどこに行ったか分かんない。もう分かんないの。この繰り返してもいいよ。なんか、あ、好きなだけやっていい。そうそう、好きなだけやっていいよ。やっていいよ。本当に、そう、本当に混ぜるよ。混ぜて。うち。これ大丈夫なんで、ね、はい、本当に。はい、大丈夫です。本当に。はい、もうこれからもう触んないから。一切触んないからね。本当に。うん。はい、まあ、はい、いいでしょう。じゃあ揃えて真ん中に置いてください。はい。これからヒロ君が、うん、レモン君が引いたトランプを当てますから、1枚ずつ上からね、こう見せてってください。本当に大丈夫？大丈夫。じゃあ行くよ。行ってみます。はい。はい。ね、どん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 、ね、どんどんてください。は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 い。もう大丈夫だよ。え？わかりました。はい。はい。いきますよ。はい。じゃあ、レモン君が引いたのは、はい、これですか？正解！これで、はい。できました。これぞイリュージョン。すごいじゃん。できた？当たってるよ。ちょっと成長したでしょ。すごいじゃんね、うん、じゃあさ、はい、お礼にちょっともう一個マジック見せても大丈夫？やったーじゃあお礼のマジックというか、お礼のマジックで、ね、さっきも使ったんですけど、お礼の、ね、そう、シルクの種も仕掛けもないハンカチがありますね、はい、ありますね。でこのハンカチをじゃあこの左手に、はい、ね、これ入れていきます。お、入りましたね。ちゃんとしっかり言ってから、ね、でもまたこうやってやればいいですか？いや、もうやんなくてもやんなくてで、これ入れた、はい、ここに入ってるハンカチを、はい、1、2、3ってやると、ない。でどこ行ったかっていうと、広くあっち向きに、あっち、そこのさ、ウーモのところにフランスパン今日買っちゃったんだよね。フランスパンだ。そう、お腹空いちゃってさ。フランスパンです。はい、フランスパン大丈夫？はい、大丈夫。開けられる？開けられるよ。じゃあそれさ、ちょうど半分ぐらいのところで半分こしようよ。はい、うん、これ普通だよね、うん、普通のフランスパンだね、はい、フランスパン。じゃあ縦にこうパキって半分に割りたいと思います。半分に割ってください。これ、硬いね。え？え？あれ？
あれ、まさかのフランスパンから、いや、ちょまさかのフランスパンから、さっきあれどっかに消えたシルクの布が出てきました。これぞイリュージョン。すごい、ありがとうございます。すごい、これさ、新品だったよね。これ新品だった。え、だって今袋開けたもんね。すごいね、フランスパン。すごい、すごいね、レモンくん。え、どうなってんのこれ。タレも仕掛けもない、普通の本物のパンだからね、これ。本当に食べれるから。本当だ、いい匂いするでしょ。いい匂いする。マジシャンみたい。みたいじゃないね、マジシャンだから。はい、今日はね、はい、レモンくんにイリュージョンを披露してもらいました、はい、じゃあさ、はい、また見せてください。もちろんです。はい、ヒロくんもね、ちょっと勉強してきます。はい、はい、イリュージョンやりましょう。はい、それではね、はい、またレモンくんのイリュージョンをお楽しみにしてください。それではバイバーイ。イリュージョン。チャンネル登録よろしくね。